のようなな通貨同盟は単一市場がなかった点で区別される経済通貨同盟は経済統合の第5段階目とされ貿易協定を通じて創設されるユーロ圏現在最も大きい経済通貨同盟はユーロ圏である単一通貨であるユーロは銀行間取引など非現金取引を対象に1999年1月1日から導入された 2002年1月1日から、ユーロ圏に参加する国において、ユーロ貨幣の流通が開始された。ユーロ圏はユーロを導入することで、欧州連合の経済通貨統合の第3段階目を完了させた EU 加盟国で構成されるもので、e、EU 非加盟国でユーロを導入している国もあるが、このような国は含まれない。なお、欧州の経済通貨同盟は次のような3段階を、 経て実現した。2015年現在、ユーロ圏に関しては、次の国々が、経済通貨同盟の第3段階にある。計19カ国。ヨーロッパマガジン EU マグ、EMU とは何ですか ?2012 年8月7日。ありがとうございます。